僕調理師の役割について説明します、ベトナム中部高原では民族ごとに音階や枚数、大きさなど様式の異なる複数のゴングセットが使用されます、各ゴングセットは調理師が調理することで初めて演奏に使用することができる。つまり調理されていないゴングというのは演奏に使用することができないため、価値がないという調理師はゴングの価値を作り、民族ごとリレーごとの戦術の多様性というゴング文化の根幹を支える存在であると。現在、その優れたゴング調理師の高齢化が進んでおり、次世代への調律技術の継承が大きな問題となっている。それで次に、ゴングの調律の方法を説明します。これも調律の様子は後ほどの映像でご覧いただけます。調律に使う道具なんですけれども、金槌が3種類、これは画面の大きさによって違う3種類の金槌と、あとその金槌ですね、あとその音を確かめるためのバチと、非常にシンプルな道具を使います。まず金槌の上にゴングを乗せて、金槌でゴング両面の同心円状を細かく叩く。で、調律を行います。通常はその突起のあるゴング、突起ゴングを調律して、その突起ゴングを基準として平ゴングの順に調律していきます。バチでゴングを叩いて音響状態の変化を耳で判断しながら調律箇所や方法を変えていきます。ゴングのそのこの2つ表と裏なんですけど、同じゴングですね。ゴング表面には同心円状に全部で12本の調律箇所があります。この写真で見えるこの溝の部分ですね、あとその真ん中の部分と。で、その調律の箇所によって音高や音量が変化します。また、金槌で叩く回数や強さによって、その変化の度合いを調整すると。つまり、その調律というのは音高を変えるだけでなく、音色を変えることでゴングの価値も作っているんですね。ベトナム語でだから、音を探す、これは直訳ですが、音を探すというのは、その、音高のはっきりしない割れたようなゴングの音もあるんですね。それをまず音を探して、そこから調理していくんですね。音高を変えて、また丸くするという、響きを丸くするだとか、その最後にその調律を終えるときは固定する、そのフィックスさせるんですね。そういった、非常に、一般的な調律という概念を超えるような、非常に幅広いその音の変化を、彼らは行っていると。そういう。で結構早い話で話しゃべったんで、あれなんですけども、その最後に、音響映像情報の活用というので、僕がどういうふうに活用してきたのかっていうのを簡単にその説明しますと、記録した音響映像情報の資料的活用というのがあります。ゴング演奏のテクストの記録分析考察ですね。またその調律師の技の分析と調律の効果や意義を考察するに音や映像というのは非常に重要である。まあ、逆に言えば音や映像を取らなければそういったあの効果であったり意義を考察することはもうほとんど不可能であると言ってもいいかもしれないですね。でまたその映像が持つその非意図性っていうのがあるんですけども、その意図的に撮ったその映像対象のその分析記録考察というのは当然当たり前なんですけども、その映像というのはその意図的に撮らない部分も映っちゃうんですね。でそういったその非意図性というのが一つ映像の特徴で、そこに映ったものがきっかけでその新たなその発見であったり、その研究上の気づきであったり発見であったり、その作品制作の際に何度も何度もそういった映像を見返すんですが、また研究内容が対象化されるだとか、そういった効果がある。で、またフィールドでの非調査者とのコミュニケーションツールとしても映像は非常に有効なツールである。音もそうなんですけど、画像や映像や音というのをその見せてそのインタビューを行うことによって彼らのそのコメントだと引き出すことができるわけですね。最初はやっぱりその初めて行く村落だとかはやっぱり相手もその警戒してなかなかこう喋ってくれなかったり、あとそのこっちの研究目的の意図を理解しなかったです。こちらの言葉の不足もあるんですが、そういった時に画像を見せたり映像を見せたりして
あのコミュニケーションというか、そうするとその親戚が移ってたり友達が移ってたりして非常にその、まあコミュニケーションが、まあ、良くなるというか、そういったツールとしても使えると。でまたその制作した映像作品を、現地で上映したり、あの現地の人たちが見れる形の、まあ、VCD というメディアがあるんですが、そういったメディアに焼いて寄贈したりとか、そういったことを通して、まあ、また活用してきたという。でもう一つですけども、まあ、今日の学会もそうですけども、最近ではその映像作品を、学会などで上映する機会が増えて、当然シンポジウムやあと国際民族性映画祭っていうのは、まあ、皆さんあまり、聞いたことないかもしれない。そういうのがあって、どういうのかっていうと、その民族性映画という、まあ、基本的にはフィールド調査ってそこで撮ってきた映像をもとに、何らかのその学術的な、あのなんていうのかな、テーマに沿って作ったりとか、まあ、映像人類学という分野でよく使われるんですが、そういった映画祭に出品して、まあ、セレクトされると上映してもらう。でそこで、議論したり、そういった、活用も、してきました。で今後はそのマルチメディアジャーナル、この学会も、非常にそういった先端的な、音と映像を、まあ、ある意味でその文章、文字情報と同等に扱うというか、その組み込んだジャーナルというのを目指していると思うんですが、そういったのも今後非常に増加すると思うんですね。またそれ音映像引用の対象にするって非常に今後重要になってくると思うんですけども、そういった、まあ、新たなそういうジャーナルへの投稿も、まあ、今後は考えています。